まは。もういいかな、始めちゃって。はい、皆さんこんばんは、ラブチーノの小西あゆです。よろしくお願いします。イエーイ。ダイちゃんこんばんは、サキスキこんばんは、フミさんこんばんは、ヤスさんこんばんは、プラトンさんこんばんは、ハマンチューさんこんばんは、バイカさんこんばんは、マタロウさんこんばんは、ユウスケくんこんばんは、ナオトさんこんばんは、ナリカズさんこんばんは、ミツアミそうです、おふうさんこんばんは、バンカラさんこんばんは、ノートさんこんばんは、マタロウさんギフトありがとうございます。なんだこれは、爆弾みたいなやつ、ありがとうございます。ちなみかわいい、ありがとう。スランプさんこんばんは、ヘイチしかかたん、ありがとう。透明感が素敵すぎる。いや、白い服を着てるからだと思いますよ、多分白い服を着てライトが強いかな、ちょっと。あ、ほら透明感消えましたか。みさむんこんばんは、えみさんギフトありがとうございます。良いお年を。そう、良いお年をですよね、もうその時期、その季節ですよね。良いお年をの季節だ。ナオトさんもギフトありがとうございます。あ、そう、でも今日はなんかいつも私ショールーム配信とかするときなんかファンデーションとか塗らないんですよ。なんかちょっとこのショールームはさ、肌補正みたいなのつけられるから。でも今日はちゃんとしてるから白いのかもしれない。マクロさんこんばんは。ライトじゃないよ、あゆちゃんの光が強いからだよね。あゆちゃんの光、私から出てるってこと。はい、今日はまあ多分年内最後の配信になるかなと思うので、なんかまあ1年の振り返りってわけじゃないけど、いろいろ皆さんとお話しできたらいいなと思ってます。なのでみんなもコメントとかいっぱいしてくれると嬉しいです。全然関係ない話のコメントとかしてもらっても大丈夫だから。そう、なんか今話してることじゃないよってこととかも全然送ってもらって大丈夫だからだからみんなぜひたくさんコメントとかしてください。でもあんまさ覚えてないよね、もう1月のこととか全然覚えてないです私は。ふみさんギフトありがとうございます。バンカラさんもお星様ありがとうございます。はい、そんな感じで1月は新曲ラッシュだったね。そうだっけ。そうだね。なんかもう全然記憶がないんだけど、なんかさ、これ前もどっかで言ったかもしれないけど、なんか私そのメンバーと本当にもう何年も一緒にいるような感覚があって、なんか1周年記念のワンマンやったの今年とか思えないし、なんか本当にもうずっと前から一緒にいるような感じがしちゃって、なんかその新曲とかやったのもいついつだよねみたいな話とかになっても、え、そんな最近だったっけってなっちゃうんだよね。もう感覚がバグってる。みやさゆさんこんばんは。納めました。みつあみかわいい、ありがとう。冬休みです。なう。あ、そう、冬休みになりました私。やったー、冬休み嬉しい。
冬休みはでも短いんですよね。まあ高校の時とかもそうだったかもだけど、大学の冬休みはもう本当にちょっとしかないから。はい、みとまさんこんばんは。やすさんギフトありがとうございます。そう、みんな今日年内最後だから、あゆにギフト送ってくれる人は送ってください。最後のギフト、2022年ラストギフト送ってください。中さんこんばんは。いいメンバーに恵まれてゆき、そうだね。グロリンゴさんこんばんは。わかる、ザワフェスの争奪戦も2年前くらいの感覚。えね、なんかもうえって感じじゃない。なんかもうさ、なんか全然めっちゃ全部前の感じがする。成人、新成人時期、え、そうだよね、成人式とかあったのも今年だもんね。え、今年じゃなくない、今年か。え、成人式って今年だったの。そうな、そうか。うわー、すごいね、変な感じ。でも1月はねコロナになったって記憶があるわ。うん、1月はそう、その記憶がありました。なんかちょうどお休みをいただこうと思ってた日があって、その1月に学校があって、学校でも大事な大事な成績、これ出ないと成績が出ないっていう授業があって、授業っていうかなんかがあったんですけど、それコロナになって出られなくて、単位は取れたんだけどね、コロナってさ高血圧感になるから。そう、でもその日のためになんか1年間頑張ってきたのに、その日に出られなくて、あーって感じになりました。それは覚えてる。冬休みは課題あるの？大学は基本的になんか課題とかはないですよ。その休みに対しての課題はないけど、そのなんだろう、何日までに提出みたいなのがあって、あゆは1月6日までのやつと1月22日までのやつがもう出てるから、で、あと1月11日までもにやんなきゃいけないやつもあるから、なんかそういう感じ。なんか冬休みの課題とかじゃなくて、なんかその授業の最終日のまでの提出とか、そういうのがあるって感じかな。シャムさんこんばんは。今日で最後、今年最後ね。もう来週だって来年だよ。え、来週来年だよね。年越しライブはやらないんですか？年越しライブはできないんですよ。メンバーが高校生がいるので、そうできなくって、でもやってみたいです、年越しライブも。いつかね、一人で やろうかな。じゃあ小西あゆ年越しライブ、明日行ったら、明日会社行ったら休みです。おお、お疲れ様です。年越し配信はやだな。やだ、なんかだってさ、配信はさ、みんなとこう話せてるけど、実際に部屋にいるのは一人じゃないですか。だったらライブ会場とかでやりたい、普通に年越しライブ。バンナナさんギフトありがとうございます。あゆちゃんの晴れ着チェキか、ありがとう。晴れ着可愛かったよね、あの黄緑のやつ、めっちゃ可愛いと思う。エクステあゆたん、え、そう、エクステつけてたのも今年なんだよね。でもさ、やっぱ髪伸びるの早くないですか私。もうだってもうさ、胸上あたりまで来てるんだけど、やっぱ髪伸びるの早いかも。あらさんこんばんは。この前会えて嬉しかったです、ありがとうございます。ジビさんこんばんは。ジビさんこんばんは。遅れてごめん、全然いいよ。あ、クリスマスに会えて嬉しかったです。そう、あゆもね嬉しかった、ありがとう本当に。また会いましょうね、近々。僕は2月コロナだから、そういう順番なんだ。そういう順番ってどういうこと？そう、でも一時期よりは落ち着きましたよね、なんかコロナのピークも。
正月はどんなおせちを食べるの？私の家はおせちを食べるっていう文化がなくって、おせちは食べないです。はい、みなこんさんこんばんは。ヤスさんギフトありがとうございます。第2回ソロライブ待ってるよ。考えとくね。いやそうだね。でもなんかあんなに1回目みたいにちゃんとやるって感じではなくて、なんかちょっとこじんまりしたところでこじんまりとやりたいかな。うん、なんかライブ時間も20分ぐらいで、20分トーク20分ライブって感じで。やっさん、ほっさまありがとうございます。今はナチュラルにエクステ、その豊かな毛量が羨ま…いやでもあゆね、なんか大丈夫かっていうぐらい髪の毛抜けててえ、ほら今も抜けた。なんかさ、最初は傷んじゃってるから抜けちゃうのかなって思ったの。抜けちゃうっていうか、なんかそう、切れ毛とかが多かったから、髪の毛の途中で切れちゃうこととかが多かったから、やっぱ髪の毛傷んでるからなのかなって思ったんだけど、最近本当に抜けるの、その切れるとかじゃなくて。でもなんかどんどん髪の毛の量が少なくなってってるような気がして。あゆさすごい毛量多い人なんだけど、友達にこの前、いやあゆめっちゃ髪の毛の量多くてって話して、触ってもらったら全然少ないよみたいな言われて、本当にどんどんなくなってってしまうんではないかって不安なんです。またきっと会いに行きます。ありがとうございます。待ってる。あゆちゃん今年1年でどれだけ髪色変えた？どれだけだろう。でも月1で美容院は行ってて髪色染めてるので、なんか大きな変化とかは特になかったかもだけど、髪色染めてる回数は多分12回は染めてますね。月1で染めてるんで。でも今回染めた時はもう誰にも何にも言われなかった。染めたねとかもなかったもうスルー、全員にスルーされた。お正月は何を食べるの？正月はやっぱおす、お雑煮ですね。こんだけいろいろ言ってるのにさっぱりかからん。あ、すごいね、免疫があるんじゃないですか。ラブチ主催の対話は何かやるの？企画ってこと？企画とかは特にやんないかな。ライブをこうやってってって感じだと思う。分かんないけど、平日とかもあるしね。ポポさんこんばんは。受験さんありがとうございます。 Thank you。 29日時間的にもよし、あ、その29日のタイムテーブルが出ましたので、年内ラストライブになります。皆さんぜひ遊びに来てください。後でちゃんと告知させていただきます。定期ソロ期待してます。定期か また増えてくるからな、ならないで隙をつかないですけど、隙はたくさん作ってます。隙たくさん作りましょう。隙はじゃあ路上ゲリラでソロライブ、いやでもそのダメですそれはダメ。もっと髪抜けてて大変大変だ。ふみさんギフトありがとうございます。若いから大丈夫、黒髪ないじゃん。すぐ、ありがとうございます。大丈夫、私もすごい抜けるから。え、じゃあ今抜ける季節なのかな。あるよね、なんかめっちゃ髪の毛抜ける季節。じゃあ今髪抜ける季節なんだ。
今の髪色素敵でありがとう。月一で染めたりは染めたらそりゃ髪痛みます。でも月一で髪質改善してるので全然大丈夫です。私これでブリッジ3回してるんだよ。すごくない？強い髪の毛。みさんギフトありがとうございます。餅うまいよね。餅うまい。自分もやばいくらい髪抜けるけど全然薄くなんないよあ、そうなんだ。じゃあ大丈夫だね髪抜けるけど薄くなる。じゃあ生えてくるんじゃない？その分生えてきてんだよ。小錦のお雑煮はってどういうこと？小錦のお雑煮ですよそう、おせちって言おうとしちゃったよね。あ、お雑煮です冬ああ、そうそうそう、冬に生え変わる。頭の髪の毛が。ゆいさんフォローありがとうございます。抜け毛の季節って話したよね。年中でもさ、なんか床とかに髪の毛落ちるの嫌じゃない？毎日拾ってんだけど。今年最後の焼けたギフトありがとう。今年は体制が2度変わった。いちゃんもメンバーとまとめも大変だったと思います。そうですね、今年は大変なことが本当にたくさんあったなと思います。いろいろと。でもなんかそれはなんだろう、なんかそのまあ大変だけど、なんて言えばいいんだろうね、ポジティブな、ポジティブなそう、まあ理解してくれる人はしてくれると思う。言葉がね出てこない。ポジティブなんだよ。シャンプーブラシ使ったら髪抜けにくくなった。あゆも使ってる。なんか毛穴のこのマッサージみたいな。あと枕もあれ使ってる、シルクの枕カバーみたいな使ってる。髪傷まないらしい。お雑煮もさ、醤油とか味噌とか四角い餅とか丸い餅とかあんじゃん。知りたいの知りたいのそれ。知ってどうすんの真似しちゃうんでしょう。小錦のお雑煮はあの青森風なんですよ。お醤油です。私おばあちゃんがっていうか、お母さんもおばあちゃんもなんだけど、青森に出身の方々なので、あの青森でよく作られてるお雑煮らしくて、お餅は四角いのかな。でお醤油で結構いろいろ入れます。具材は椎茸は入れるか。何入れるんだろうねみんな。あ、それはお家によってそれぞれか。うちも入れたり入れなかったりするけど。前向きな体勢。そうです、前向きです。枕は毎日コロコロでお掃除します。えらいね。お雑煮に鶏肉、え、鶏肉入れてる。鶏肉入ってる。あまんちさんハートいっぱいありがとう。100個受け取ってありがとう。嬉しい。ありがとうありがとう。お雑煮って地域によって全然違う。そう、あゆこれ一回学校の宿題でやったことあります。なんか家庭科の、小学校の時かな、家庭科の授業でみんなのお家のお雑煮どういうやつか紹介しましょうみたいな冬休みの課題で、すごい面白かったの覚えてる。みんな、え、こんなお雑煮あるんだみたいなのすごいいっぱいあって覚えてますね。前に進むための試練のようなものかな。試練、うん、試練なのかな。まあそうですね。
あゆちゃんがアイドル続けてくれてることが嬉しいです。ありがとうございます。そんなこと言っていただいて。本当にね、アイドルはいつなくなるか、自分が続けたいって思っててもグループがどうしても終わってしまうこととかもあるしね、その突然本当に続けられなくなっちゃうこととかもあると思うから、今ね、会える時に会いたいですね、皆さんにも。いろいろあったけど結局あゆちゃん可愛いから OK。 そうだよね、そうだよねとか言っちゃった。そうですよね、やっぱそう思ってくれてる人がいるのは嬉しい。なんか結局あゆいるからいいよねって思ってくれてる人がいるのは、その私にも勇気になるし、私の元気にもなるし、それは嬉しいです。そうやって言ってくれるのも嬉しい。あゆちゃんは東北美人の血が入って、いや東北美人の血は入ってないと思うな、わかんない。そう、お雑煮は青森のペーストらしいです。せんべい汁とか食べたことある？え、わかんない、食べたことないかも。楽しい課題だな。そう、楽しかった。確か小学校の時だったけど、中学かな、小学校で家庭科とかないか、中学かも。いや私は青森にいたことはないんでないですね、食べたこととかもないです。おばあちゃんがよくその青森からリンゴとかなんかタラコとかスジコとか送ってくれることはあるんだけど、私は実際青森に行ったことないんで、行きたいんですけどね、なかなか行く機会がなくて。可愛いです、ありがとう。あゆたんいるからいいよねっていうのは、それはそう嬉しい。流行語大賞にしようね、じゃあそれを。あゆたんいるからいいよねを流行語大賞にしようと思います、今年の。結局あゆいるからいいよねなんてパワーワード、いやでもそれぐらい強気でね進んでいかないと、ガッツが大事だから。あゆちゃんは両親どっちに、え、わかんない、どっちなんだろう。昔はお父さんって言われてたんだけど、なんか大きくなるにつれてお母さんに似てるねって言われるようになってきて、どっちかわかんないです。だからもう忘れた、もう何も覚えてない青森といえば大間のマグロ、あ、今日マグロ食べたよ。ああいうマグロとサーモンとイカ、修学旅行青森だったけどリンゴの味しかなんかもっとあるんでしょ絶対もっとあるって、修学旅行じゃなくてさ普通に旅行で行きましょう。多分修学旅行だからね、その学べる場所にしか連れてってもらえないのかもしれないから。リンゴ、タラコ、スジコ、グルメのパワーワード、そう、リンゴとタラコとスジコと、もうあとラーメンのあれとかも送ってくれる。もうごめんね、あれとかこれとか本当にもうダメだもう言葉が出てこない、やばいな、人と会話してないのかもしれないな。仕事で冬の青森に行ったことあります。出勤したら雪かきから仕事でした。そうですよね、今もう大変ですよね多分青森の方は。両親のいいとこ取りかな、え、そうなのかね、わかんないんだよね。弟は確実にパパに似てるとは思うけどね。女の子はパパに似る、そうなの、パパに似てんのかも。さき好きギフトありがとう、お手紙くれたの。青森1回しか行ったことないです。え、でも行ったことあるのいいね。
行きたいな。台風を耐え抜いたリンゴ、落ちないリンゴで受験生向けに言ってた。あーすごい、買っちゃいそう。そんなの私も受験生だったら絶対買ってますね。青森ならのっけ丼かな。あ、今日のっけ丼した。ラーメンのあれ、いやそうインスタントなんだけど名前があったんですよ。すごい聞いたことある名前、有名なやつがあったんですけど名前を忘れてしまったわ。女の子はパパだと美人になる。あ、そうなんだ。でもさ、なんかさ、この超もうパッと見で、あ、絶対親子だなって思う顔の人たちと、なんかあんまり似てないなっていう人たちいるよね。そのご両親どっちにも似てないなって方もいるし、なんかもう絶対ここ親子でしょみたいな人とかもいる。青森駅前の煮干したっぷりの長尾中華そば、美味しそう。煮干しね。ルーちゃんギフトありがとう。いいねと可愛いと尊いありがとう。青森とか寒いところはラーメンがうまいよね。ね、ラーメン食べたいですね。今日ちょうどニュースでなんかラーメンの特集みたいなのやってたね。原価が高くてみたいなやってたな。青森といえば正しい朝、青森拠点でアーティスト活動してるの。あ、そうなんだ。青森、あ、でもそう言ってらっしゃったかもしれない。わざわざ東京に来てくださって私たちのレコーディングもしてくださったんで、なんかそうなんだね、青森なんだ、すごいな。うちの姉はパパ似だけど、うちの姉はパパ似だけど、どういうこと。オスタイトさんこんばんは。私の下で拾ってき、確かに聞くかも。青森は味噌カレーミルクラーメン。味噌カレーミルクラーメン、すごい名前、カロリー高そう。今日も可愛い、ありがとう。寒いとラーメン食べたい。私は豚骨ラーメンが一番好きなので豚骨ラーメン食べたいですね。福岡行きたいです。だから博多ラーメン食べたい。キクラゲめっちゃ入ってるやつ食べたいです。さっき担々麺食べた。いいね担々麺、辛いやつだよね担々麺。俺両親に似てないけどおじさんに似てる。一応血はじゃあつながってるっていうことかな。そういうこと。いや福岡本当に行きたいんで。長浜ラーメンめっちゃ美味しかったもん。じゃあ今日はちょっと歌いますっていうことを言ってたから歌いますね。でもなんかみんなが何歌ってくれるんだろうワクワクみたいなコメントしてくれてたんだけど、全然別に何も歌えないし、何かが歌いたくて歌いますって言ってたわけじゃないから、どうしましょうっていう感じなんですけど、どうしよう。福岡で待ってます。行きます。フックさんこんばんは。福岡演出したいね。いや、行こう。福岡はマジでいい。食べ物美味しすぎる。あれ食べたい。本当に脳みそが働いてないわ。鯛茶漬け出てきた。鯛茶漬けです。食べたい。
いや、もうね、クリスマス終わっちゃったんだけど、あ、カラオケの話ね。クリスマス終わっちゃったんだけど、昨日のクリスマス、昨日、一昨日か、のクリスマス公演で歌った曲を歌ってもいいかなと思ったんだけど、どうだろう？どう思うかな？クリスマス公演行けなかったから、イコラブのやつよろしくお願いします。迷ってる今。のりかずさんギフトありがとうございます。あゆきさんこんばんは。迷ってる。歌えないんだよね。歌えないんだよねっていうか 歌ったやんって思うんだけど、歌えないんですよ私。ちょっと待って。歌えるかな。投票します。何の投票ですか？ 選択肢がないんですよ、そもそも。じゃあ、僕らの制服クリスマス。クリスマス終わっちゃいましたけど。はい、よろしくお願いします。これ急に始まっちゃうかな？あ、そうです。イコールラブさんの曲をこの前、クリスマス公演で カバーさせてもらったので、それをもう一回出していただきたいなと思います。このフォーメーションは、それらが言ってください。僕らの制服クリスマス。え、待って、始まる？聞こえますか？君に特別な日なのに、ごめん待たせちゃって。夕暮れの乾いた風、君のスカートが揺れる。大丈夫、私もさっき着いたところ、少し赤くなった鼻で恥ずかしそうに笑う。僕の気持ちは止まらないよ。
つ前君の手つかみ、大人にはもう見えない世界、制服のまま飛び出そう。待って、みんなめっちゃギフト投げてくれてありがとう。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ふみさん、バイカさん、ハマンチさん、ふみさん、ふみさん、よしさん、バイカさん、ふみさん、ふみさん、バイカさん、ふみさん、ふみさん、エビさん、スワンプさん、エビさん、ふみさん、スワンプさん、ゆうすけくん、ありがとう、ギフト送ってくれて。みんなペンライトとか拍手とかミラーボールとかお星様とか送ってくれてありがとうございます。ありがとう。なんかすごいコールとか打ってくれてた人もいたし、めっちゃ褒めてくれててありがとうございます。キャリーバッグさん、こんばんは。本当に好き、ハートしたかったけどさ、できんかった。さすがです、ありがとうございます。俺は小西愛用し、本当に早く会いに来てよ。マッツもう愛用単独欲しいになったのか。ノエリルさんはコドハ推し。コドハちゃん可愛いよね、新しい子。待って、ストローがさ沈んだわ。あ、取れた。会議室飛び込んで聞きました、ありがとう、ありがとう、飛び込んでくれて配信ありがとう、どういうこと、ありがとう、土屋さん。愛ちゃんの歌聞きで感動してます、ありがとうございます、嬉しい。これからはセンター争いがなんとか、そう、なんとか列になりますね。そうなの？来年会おうね、来年会おうね。30日はないんですよ、ラプチーノは。12月29日が最後のライブなので。アイタンの株は上がり、ストローは沈む。なんかちょっとかっこいい感じで言わないで。25日より完成度高かった。ねえ、そんなこと言わないで。25日はその初めての3人体制だったから、他の曲も初めて3人でやるからさ、あのドキドキしてたんよ。歌詞も見れないしね、今これ歌詞流れてるからさ見えるけど。あゆ配信しないとか言わないよね。配信できるかな。29でしょ、29ぐらい歌うの。今ですか？今はもう
24、25の瀬戸りが知りたい。25は私がツイッターに載せてるのでよかったらぜひ見てください。24は行きます。25のセットリスト、24のセットリスト覚えてるかどうか。群青ラプソディ MC、 グローリー、届け大好き、溶けた魔法、あ嘘だ合ってるか、マイウェイ、アップフロムザスカイ、群青なんて MC が入ってないのか。群青、グローリー、届け大好き、溶けた魔法、マイウェイ、アップフロムザスカイ、MC、こんなはずじゃなかった、占いなんて信じないっていうユニット曲があるんですけど、でユニット曲だってラブ、MC、ナホがソロ曲やって、カバー曲で拳ファクトリーさんのスタートラインやらせていただいて、 MC で群青だった気がするな。24は12月30日配信できないんですよ。私おばあちゃん家に行かないといけないから、ごめんね。でも来年会おうね。確かに3人体制初めてのドキドキ感、もうめっちゃドキドキしました。24の夜に3人でレッスンしたんですけど、なんかもうやばすぎてどうするみたいになっちゃって、めちゃくちゃ不安だったんだけど、なんとか歌をね、歌うところを飛ばさなかったし、私はなんか歌詞めっちゃ間違えてたらしいんですけど、はい、気づかなかったです。アップフロムザスカイの一番の影に隠されないようにってところをなんか時って言ってたらしい。間違ってるって言われた間違ってたらしい。来年もっと応援行きたいです。ぜひ来てください。今日皆さん来年もたくさん来てほしいです。会いに来てください。レイカさんこんばんは、ありがとうございます。ココちゃんこんばんは、ありがとう来てくれて。三つ編み、そう三つ編みだよ。じゃあ、もう一曲ぐらいでいたの、待ってね。そう、あゆさ、だいたいっていうかバックナンバーさんの日曜日を歌いたくて、でも探したらなくて、あ、ないんだと思ったんだよ。ソロライブ終わった後に歌いたいなと思ったんだけど、そう、あったんだよ。だから歌おうかな。ソロライブでね、歌った時はね、キーをね上げてたんですよ。3つぐらいキー上げてたんだけど、ちょっと今は元気で歌おうかな。まあ、今年の振り返りもしたいみたいなことを言ってたんで、ちょっと今年歌った歌をソロライブで歌った歌を歌おうかな。元気低いかな、多分いけるはず。
笑ってくれた時、きっとあの時変わったんだ。この毎日を願う僕にたとえ会った有名になれなくたって、君を守るためにいくらやった後悔しないだろう。スランプさん、ペンライトありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。浜行きさん、おんばありがとう。スランプさん、ペンライトありがとう。ありがとうございました。これマイク抜いたらブチって言うのかな。抜けないわ。ありがとうございました。では告知をさせていただきたいと思います。じゃじゃーん。土曜日に直したよ、ちゃんと書き直せって思った。ちょっと書き直せなかった。はい、皆様、こちらとっても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 大事なライブになります。来年2月11日ラブチーのワンマンライブリスタートが白金高輪セレナ B2 で開催されます。スタートは11時半です。あのですね、現在 S チケットと A チケットが発売中なんですけれども、あ、これ撮ってみんな、はい、買ったよ、ありがとう、嬉しい。そう、 S チケットはですね、限定アクリルキーホルダー付きで招待チケットが1枚ついてきます。で、 S エリアっていうエリアで見れるんですけど、めっちゃ前の方のエリアです。そう、これとの A チケットっていうのがあるんですけど、 A チケットはインターネットの方でご購入いただいても特典がつかないんですけど、あの手売りチケットで、物販の時にこの A チケット売ってるんですけど、そちらを買っていただくとチェキ券が1枚つきます。なので、インターネットっていうかで買おうとしてる方いたら、ぜひ現場に来ていただいて手売りチケットを買っていただいた方がお得になりますので、ぜひ遊びに来てください。ぜひ5枚まとめ買いごとにライブ写真の限定ブロマイドがもらえるので、なんかお友達招待してくれるよっていう方とかもいらっしゃったら、ぜひゲットしてください。はい、これはめちゃくちゃ大事なライブ。これはまあ別にどうでもいいけど良くないやつ、とりあえず撮ってほしいやつ。はい、そしてですね、手売りって現場で QR コード読み込んで買う、本当に紙チケになります。手売りは紙のチケットで、その紙のチケットにチェキ券もついてくるって感じなんですけど、チェキ券はワンマンライブまでの現場だったらどの現場でも使用できるので、1枚例えばあゆのチェキ券をね、買ってくれようってしてる方がいたら、まあそのワンマンの A チケットをゲットしていただくのも同じっていうか値段が同じなのでっていう感じですね。
スケジュール空いてる検討します。え、ぜひ来てください、本当にお願い、一生のお願いで。来年なんですけど、ラブチーの主催の台湾ライブが決定しました。イエーイ、こちらです、じゃじゃーん。ラブチーの主催台湾ライブが1月の18日水曜日と1月25日水曜日と2月5日の日曜日に決定しました。こちらね、2月11日のワンマンライブに向けて盛り上げていこうということで、主催の台湾ライブをやらせていただくことになりました。まだ詳しい情報とかは出てないんですけど、おいおい公式ツイッターにて発表されると思うので、皆さん日付は18と25は平日になってしまうんですけど、夜だと思うので開けておいてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします、待ってます。で、こちら1月22日なんですけど、ラブチーンの単独公演が決まりました。これは日曜日にあります。この単独公演はもう本当に絶対来た方がいいですこれは来ていただいて、1月22日なんで皆さん予定開けといてください。これも場所とか詳細とかはまだなんですけど、公式ツイッターからお知らせあると思うので待っていてください。そして、今年最後のライブなんですけど、12月29日木曜日、キラーチューン渋谷2022年末スペシャルに出演させていただきます。こちらはラブチーノはシックホールさんにて14時45分から15時10分までライブです。25分もライブ時間いただいたので、2022年最後一緒に思い出作りましょう。で、特典会は15時半からなんですけど、別会場になるので皆さん間違えないように気をつけてください。で、今のところ決まってるっていうかお知らせされてるライブなんですけど、来年の1月7日キラキラフェスに出演させていただきます。こちらは池袋のスタジオミクサーさんで、19時じゃない、スタートが9時半です。大抵多分まだ出てないんだけど、入場特典で私物サイン券がつくので、皆さんぜひ遊びに来てください。ラブチーノで入場していただけると嬉しいです。あ、すごい勢いで喋ったわ。はい、そんな感じで1月もね、続々ライブ決まってますので、お時間空いてる方、予定合う方はぜひライブ見に来ていただければなと思います。そして2月11日のワンマンライブはもう本当に本当に本当に絶対来てほしいライブなので、何があっても来てください。私物サインは多分私物サイン券がもらえるので、当日のみじゃないと思います。はい、でも当日に物を持ってきていただいて書くことも可能です。でも多分期限が決まってるので、はい、早めに使っていただければなと思います。こんな感じかな。あと今日このあと私ワンマンのツイートをするんですけど、それを皆さん拡散していただきたいです。よろしくお願いします。拡散希望って書いてるんだけど、ショールームを今見てくれてる皆さん、私がこの後ツイートするやつ、ツイッターでしたツイートを拡散してほしいです。お願いします。ワンマンのツイートです、よろしく。じゃあちょっとスクショタイムしようかな。1年のこと振り返ろうとか言って全然振り返んなかったね全然だったね。まあいろいろ楽しかったことはたくさんありますね。遠征もね行けたしね、楽しかったよ。では
写タイム。可愛い写真だけお願いします。終わり。あの半目の写真とかはあげないでくださいね、皆さん。よろしくお願いします。拡散ありがとうございます。拡散お願いします。はい、皆さん今日は楽しんでもらえましたか、配信。来年も本当に今まで以上にね頑張りたいなって思ってるし、あゆももうなんか後悔がないように、そのああしとけばよかったなとかこうしとけばよかったなとかならないように頑張ろうって思うから、みんなもついてきてほしいですし、まあ、安心してついてきてほしいですし、楽しんでもらえたらなと思います。じゃあランキング読ませていただきます。13位から13位はハマンチさん、ありがとうございます。12位はアランさん、ありがとうございます。11位はバイカさん、ありがとうございます。10位はあやきさん、ありがとうございます。9位はのりかずさん、ありがとうございます。8位はバンカラさん、ありがとうございます。7位はひろきさん、ありがとうございます。6位はるーちゃん、ありがとうございます。5位はスワンプさん、ありがとうございます。4位はエビさん、ありがとうございます。3位はヤスさん、ありがとうございます。2位はユギタ、ありがとうございます。1位はふみさんです、ありがとうございます。さん今日はいっぱいありがとうございました。では皆様良いお年をお過ごしください。体調とか気をつけてね。最近もまた風邪とか流行ってるからしっかり食べて寝てください。おやすみなさい。ありがとうございました、見に来てくれた方ありがとね。ツイッターのツイートの拡散だけお願いします。じゃあねー、バイバーイ。よいお年を。あーよいお年をだ。バイバーイ、バイバーイ。